どうも皆さんこんにちは、白滝でございます。ということで今回も大聖巨人軍を復活する物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在9月の18日広島戦、いやということでね、皆さん佐竹という男を覚えてるでしょうか。はい、佐竹博文、大聖義シリーズのね初期を支えた男ですね。はい、まあもともとね、期待の新人として、まあ即戦力ですよ、大卒内野手で入ってきてね、1年目はまあ華々しい華々しい活躍をしてね、見事新人を取りましたが、その後ね、まあ思うように伸びず、まあ結果としては2028年をもってね自由契約になってしまいました。はい、ただですね、巨人を戦力外になった後に日本ハムに拾われたんですよね、佐竹くん。なのでちょっとね、最初はね佐竹の成績を見ていこうかなと思います。はい、いやコメント欄にね佐竹はどうなったのかというのがあったので、ちょっと僕も気になったんですよね。なんかちょっと佐竹くんを見に行きましょう。日本ハムな、巨人から日本ハムでのちょっといいよね、リアリティある。だって巨人から日本ハムに行った人は活躍するイメージなんだけど、どうでしょうか。あ、いた佐竹。さあ行きましょう。せーの。お、なんだこれ。すげえ。なんかとんでもない。まあでも佐竹の完成形ってこれなのかな。いや本当ね、こうやって得能がいっぱいつくように頑張ったんですけど、佐竹くんね。いやなんか劣化版レアードみたいなさ話ね。いやー、マジか。ね。関東の怪物でジャイアンツに来てね。いやー、本当に。死んで捕らえた場合は高確率でスタンドで運ぶ。まあ、パワーはあったね、パワーはね。問題は、当たんなかった。ね、捉えられなかったよね。まあ、1年目ですね。こちら、新人を取った年。これ、華々しいのかな ?2割3分4厘14本40打点。で、2年目。1割8分7厘4本12打点。これ、あれってなった。まあ、2年目のジンクスがあるから。仕方ないかなってなるじゃん。で、3年目。2割6分7人3を持ち直したなっていう。でも、ちょっと試合数と打数がちょっとね、不穏だけど、まあまあ、持ち直したなってなるじゃないですか。で、次の年。2割6人4本。小林誠二さんぐらいなんだよな、多分ね。しかも打席少ないしね。そして、まあ次、2割2分2。4本、10打点。でも、長打率っていうのかな。長打率のさ、出し方わかんないけどさ、10安打でさ、4本がホームランって結構すごい比率だよな。さあそして2007年1割5分6厘0本0打点2割2分2厘1本2打点そして日本ハム1割8分4厘26本58打点何があったのか気になるね。まあ佐竹あんま打てなくてね、フル出場1年だけだったんだけど、なんかまあ日本ハムに来て花開いたのかな。なんでさ、札幌ドーム本拠地でこんなに打てるのに東京ドームで打てなかったんだ。まあ正直1割8分4厘の状態で使い続けることしないけどね。ほら新人を取ってます。はい、まあそんなわけで皆さんが気になっていたであろう佐竹くんの能力でした。あ、成績でした。はい。ということで、じゃあやっていきましょう。もう前回優勝したからね、まあ、こうやって佐竹くんを見たりとかね、するしかないから。さあ、ということで、グレーツに3点台来ちゃったけど、10勝してるね、おめでとう。強いね。勝利数伸ばしたいからさ、どうしよう、今日、吉野部さん先発させる?そして田口さん、いいね。細見さんもさすがだよな。もうみんな体力回復してるね、やっぱり。もう日程がゆるゆるになってきたからね。そして、鳥野さん。いいね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 。まあ、太田さんはまあ悪くない。序盤ずっと6点台とかだったもんね。そして、マクガフさすが。そして、中川さん、素晴らしい。これ、最多セーブだよな、多分ね。さあ、そして、打線の方ですね。さあ、最初ね、佐竹と一緒にネタキャラ扱いされてたんですけど、勝見くんね。なんやかんや覚醒したね。覚醒っていうか、まあ、一番になったよ。ほんとさ、勝見も同じだったよな、佐竹同様。この人、いつ活躍するのみたいな感じだったけど。そして、若様。いいね。ほんと若様スタメンにしなかったのもったいないよな。もうずっと青山さん使うためにさ、もうほんと若様はずっともうベンチだったからな。岡本さん、ああ。ハンセンホームランほんと変わらないね。ずっと29本じゃない。そしてエドモンドついに2割5分に乗る。多分監督試合頻打だからね、また2割4分に乗るだろうな。乗るって言い方おかしいか。ジョーさん。ジョーさんもすごいよな。そしてジョージマさん。ジョージマさんずっとこれだよね。俺マジで変わったところ見たことねえわ。さあ、ということでじゃあやっていきましょう。今日の先発は誰か。誰にしよっか。西さんでいっか。西さんも広島だもんね。広島をなぜかクビになったっていう。だってさ、考えてみてほしいんだけど、最高勝率だったんですよ、リーグ。なのに自由契約。もうなんか何かあったのかっていう。はい。さあ、ということで、オーダーをこのままでいこうか。いや、今日はね、じゃあ、青山さんを使っていこうかな。で、キャッチャーは小林さんですね。で、今日山下さんをね、外野に置こうかな。ライトに置こう。さあ、ということで、これでやっていきます。では、あ、大谷さん。え、ファースト大谷さん。ポジションおかしいべ。さあ、広島東洋カープ対読売ジャイアンツやっていきましょう。いやー、どうだろうね。
こっから勝てたらいいけどやっぱ短期決戦に向けてね、やっぱねここら辺は勝っときたいよね。おー、いいピッチャーじゃん。なんかね印象だったのはね、森下さんがね、あ、振っちゃった、ノースリーなら振らなくていいのに、あの森下さんがね、イニング数がね2位だったんですよ。で防御率もうトップクラスだったのなのに勝数がね5分だったんだよね。7勝7敗あんま広島で勝てないのかなって感じでね。なんか一番いい成績のピッチャーがさ勝率 5割とかだとなんか暗黒感あるよね。あ、そういえば沢村賞級のピッチングしてたのに10勝11敗だったピッチャーもいましたね巨人さあ西さん頼むぜ、フルス相手の登板。広島フルスっていうと違和感あるかもしれないけどね、大正義シリーズだと違和感ない、うん、もう実在選手だいぶいなくなっちゃったね。西さん、西さん、これ心配ですね。さあそして大谷さんが怖い、はい、4-6-3のゲッツ、オッケー。ファーストってあんまり守備の関係なさそうだもんな、どうなんだろう。ピッチャーと外野しかできないのになぜかファーストっていうね、まあ、大谷さんファーストってありがちな感じはするけど、ナイスボール。さあ90勝は無理だろうけど80勝は狙いたいね。坂本さんホームラン頼んだ。あ、前回のね動画でのホームランすごい良かったんだけど、びっくりしたもん、打つと思わなくてさ、本当このゲーム打たないんだよな、現実の岡本さんはあんなに頼りがいがあるのに。あー、ダメか。そしてエドモンド、じゃあたまにはセンター返しやってみるか。さあ今日もどん詰まり合戦が始まりそうで怖いね。前回は打ってくれたんだけどな。西さん頼むぜ、本当これさ監督試合で負け運持ちが投げたらどうなるんだろうね。ノーヒットノーラン多発しそう、うん、相手はポンポン飛ばすがなかなか難しい。あ、悲しい顔してる、ファンが悲しい顔してた。さあどうする、内角勝負か。 OK、 内角勝負引っ張りながらさ、完全にさ采配失敗したはずなのにさ、キャッチャーが外角構えたらこれだからな。まずいね。でもハンセン、ヨアン・ハンセンレーザービーム持ち、ヨアン・ハンセンって言うんだもんね彼。あー、これは一点は仕方ないって感じか。まあ仕方ないのかな。まあまあここを抑えればいい。西さんが内野なんかさ、あんま勝利数重ねられない理由が分かった気がする。なんか OK、 なんか防御率悪くないのに3勝6敗だもんね。なんかこういうピッチングが多いのかな。 OK、 ナイスバッティング。さあ小林さんどうする、一発勝負使いたいけど厳しいよな。じゃあ小林さんで使ってみる、せっかくだし。あー、ダメだった、送りバント。でも西さん菅野さんから打ったんだけどね、うまい。お、よしよしよし、監督ジャイルと珍しいな。 OKOK、 監督ジャイル初めて見たかも。スクイーズ、うまいいいね、素晴らしいよ。さあ、じゃあ行きましょう。若様じゃないけど。ああ。青山も期待してたんだけどな。もうこれ、吉野部さん完璧にあれだよね。4冠だよね。まあ、勝率は分かんないけど、15勝3敗だったらさすがに取れる気がする、吉野部さん。OK。やっぱエラーはさ、身を滅ぼすよなーってのを今のプレーで分かったよね。なんでファーストなんで、大谷さん。危ねえ。さあこの回采配連チャンで外したけども、なんとか抑えている、なんとかね。さあ内角勝負、インコースへぐれ、ストレート、オッケー、珍しく配球当たったわ。よし、さあついにハンセンが3部門から消えちゃったが、打点にいた。抜けないか。3番山下さんっていうのもな、当初の想定ではそんな感じだったんだけどな、なんかあんまり伸ばせなかった。やっぱり特製アイテム使わないと厳しいのかなって思ったり。振らないか、それ。さあ皆さんお待たせしました、ハンセンです。んー、なんハンセンこれ系多いな、なんで詰まっちゃうんだろう。引っ張りでさ、あのコースだったらそうならない気がするんだけどな。
さあ僕は低め勝負が大好き、先頭バッターに。なんか長打打たれないイメージあるんだよね、低め勝負だと。さあどうする、外角勝負。怖いね。ナイスライダー、サスライダー、よくない。さあ内角勝負。厳しいね、やっぱ采配外すとこうなるか。まあ、山下さんも背番号35を継いだからね亀井さんのイメージだな俺、いまだに35は。まずい、エダマーント、くそー。西さんこれ6回持つかな。西さんクオリティスタート率あんまり高くなさそうなんだよな、これ見る限り。ナイスボール、 OK。 さあヒット1本しか出てない、とりあえず打たなきゃ始まんねえからな。そんな当たり、どこに当たった、根っこに当たったのか先っちょに当たった扱いなのかわからないね。バッターは7番ジョージマ、これが2度目のバッターボックス。打ちました、いい当たり、抜けた。ジョージマナイスバッティングです。バッターは8番小林、盗塁。あっこれ1球ユニコーン。第9ジョージマスタート、ストライクになった、タッチはよーし、 OK、 これで1球ユニコーン使わしたのはでかいよ。さあ次の投球、あーダメか。取りました。これでさあ西さん代打、バッター変えて若様。さあここで若様を使っていきます。さあ頼む、さあということで直江さんでいこっか。さあ7試合投げて 1.13、 素晴らしいっすね。さあとりあえずね、勝利投手の権利直江さんに渡せる可能性あるから頑張りたい。 OK、 投手力 A あるんだ、いいね。やっぱ直江さんはな、もうちょっと活躍させたかったよな、大正義シリーズで。ナイスボール、今日絶好調だし頑張ってほしい。さあ一番怖い人、まずい、勝美、はい OK、 さすがとしか言いようがないね。さあニコルうまい、落ちた、 OK、 これ勝美走るしかないんじゃないの、走ろう。いやーしいね、さっきからちょっと危なっかしいけどセーフになんだよな、送りバント。送りバント行ってくるでしょこんなの。青山が若様に勝てなかった理由がここに詰まってるような。これをやってほしいんだけどな、何ツーアウトになっちゃ意味ねえんだよな。で岡本さんマジで今シーズンの調子だ、多分打たないな、ごめんごめんなさい。正直でも大正義シリーズ最近見せたから全然打たないからな、ごめんなさい。はい、いやでもまあでもさ本当に打たないじゃん、それだけは間違いないからごめんなさい。いや、あ打てるっすねちょっと想定外が起きましたね今ね、はい、5点取ったのマジで珍しいからなさあ直江さん勝利投手の権利もらったよ、頑張っていこう。さあ防御率0点台突入か、いいね。さあ今日小林さんがねかぶってますよ、そろそろ引退だもんね小林さんも。だからもう頑張りたい。 OK ナイスボール、そして高め勝負、よし OK、 落とすなよ青山じゃな。やっぱ守備力考えるとデュークなんだよな、同じぐらいの守備力だったらデューク使いたいってなるよな、難しいことに。ナイスボール141キロ。さあここは見ていけばいいんじゃない。さあそして代打、お疲れ様でした直江さん、よかったよかった。さあバッター変えて、ダイナマイト慎吾かな。あー代打の神様ダメか、まあ、こうなるよなって感じ。ははははは。たまにちょっとセーフティーバントとかどうでしょう。うまい
あーでも転がしすぎかな。基本的にキャッチャーの前に転がさないとね、監督ジャイアンのセーフティーバントは決まらないからな。さあピッチャー変えて、堀野かな。堀野、三村、中川さん、これがいいね。堀野もなんやかんや今年持ち直したね。マジでどうしちゃったのって感じだったけど、一時期の堀野。オッケー、青山素晴らしい。でもね、入団当初だったら絶対にダメだった、これは間違いない。うっけー、でもそれさっきやってほしかったな。もっとやってほしかった場面を感じたけど、まあまあまあいいでしょう、素晴らしい。たまにはスリーベースとか見てみたいけどね。あ、一発勝負ここで使うか。バットに当てて、あー当たんないか。坂本さん、あれハンセンで使うべきだったか。これはね取られるな。ハンセン30発に乗せてほしい。頼むハンセン30発、くっそ頼むぞ。来た、あー詰まったか。あー一瞬来たと思ったんだけどな。堀野続投だな、ちょっと体力あるし。あれもしかして失敗。いやいや、まあまあ先頭打たれることはあるべ、ね、まあ、ちょっと色々試したいからさ、短期決戦に向けて。優勝が決まったチームの余裕よこれが。ナイスボール、いいね。さあこれ高め勝負、いいんじゃないですか。さああと1イニングだね。さあエドモンド頼む、2発打ってもいいんだよ。あーマジでか、さっきと同じコースだったからいけるかと思ったけど。ナイバッチ、あ大谷さんセンターいってる。さあ代打いくか。バッター交代、ジョーさん。さあジョー K、 あーん。さあ代打パート2。さあ織野さんに代わってデューク行くか。走ろうと思ったけどデューク、あのデューク出しちゃったしね。で城島さんが刺されちゃったらさ、デュークの出番なかったことになるから。さあピッチャー変えて中川さん行こう。さあ最終回、さあ50セーブをかけて、ナイスボール。さあ50セーブなるか。いやこれは取れる、 OK。 さああと1人、あ一発勝負使ってればいいか。 OK、 一発勝負使わせてた。まあまあ OKOK、 はい、というわけで皆様ご視聴ありがとうございました、勝つことができました、まあ、そろそろシーズン終盤なので、ね、もう今終盤か、もう終了なので、まあ頑張っていきたいですね。はい、ということで終わりにします。皆様ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録高評価してない方がいたらぜひともクリックよろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク概要欄に貼っておきます。ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です、さよなら。じゃあ